にちは、まりかです。早速ですけども、まずはこちらの動画をご覧ください。どうぞ。こちら毎度おなじみシーサイドホリスティックさんからです。ということで、多分中身は CBD 商品だと思うんですけども、開けてみたいと思います。ダメだ、ハサミ、ハサミないからこれでいきます。ダメだ、おっくいしない方がいい。ハサミ持ってくる。はい、ありがとうございます。そうなんですよ、今見ていただいたと見ていただいた通りにこの動画撮るの2回目なんですけども、なぜならね、なんかこれ使ってくださいって言って親切にいただいた PR の商品を撮った動画をなくしました。ごめんなさい。ということで、中身が何だったかは今からまた撮っていきたいと思います。まあ、ちなみに、さっきの動画でも言った通りに、送ってくれた会社さんは毎度おなじみシーサイドホリスティックという会社さんで、こちらは CBD の商品を取り扱っています。 THC は 0% の商品、 CBD のいろんな商品を取り扱っています。まあ、リンクはここに貼っとくこうと思うんですけど、とにかくね、あんまり詳しくないから正直微妙に分かんないんだけども、 CBD と THC の違いがね、違い、まあまあ若干分かるわ、ごめん嘘ついた。で、まあ、どっちも大麻、マリファナから作られる成分なんですよ。で、 THC っていうのは日本人、マリカもアメリカに住んでても日本国籍、グリーンカード持ってても日本国籍だから THC を使っちゃいけないの。法律違反で捕まるの、多分。ああね、なんか所持で捕まると、まあよくわかんないけど、もうその辺細かいことは、でも違法なの。でも CBD っていう、その同じ大麻なんですけども取れる場所が違う。こちらの成分は今日本でも、この間帰国した時に知ったんですけども、大流行りなんでしょう。そう、そんな感じ。日本でも OK の成分で作られているいろんなスタッフです。で、まあ、シーサイドホリスティックさんっていう会社さんがいつも使ってください、宣伝してくださいって、すっごくいろんなね CBD の商品を送ってくださるんですよ。で、今回送ってくださったものを紹介したいと思います。はい、ということで紹介します。今回はなんか変わった商品というよりも超直球のベープとかが多かったです。一つ目、こちらはベープのフィルターです。こっち側がなんかと、こっち側もなんか、あ、こっちがレギュラーで、こっちがストロベリー味です。これ吸うやつです。でもなんか THC と違ってパッパラパーとかなんなくて落ち着いたりとか、あとまだこれは完全に100% とは言われてないんですけども、がんの再発とかにもとか、あとはなんだっけ、なんか精神疾患かなんかにもいいっていう説もあります。で、マリカはがんサバイバーだから、こういうのいいかなと思って興味が出てます。はい、次こちら、あ、これはなんかベープの 本体ですね。こういうのにさっきの液体をつけてふって吸うやつです。で、こちらも同じくベープ、あ、今回ベープがすごく多いです。まあ、違う種類ですけども、ベープに入れる吸うやつのオイルです。こっちがイグナイト CBD POD ってやつのブロッドオレンジ、こっちがトロピカルフルーツ、こういう感じです。見えますか、こんな感じ。これをさっきのに多分ぶっ刺して吸うんだと思う。で、なんか何回か使ったら終わりっていう感じです。続きましてこちらです。こちらは CBD リビングスリープエイドのチェリー味です。はい、こんな感じです。テーブルスプーン1杯こうよく振って、テーブルスプーン1杯飲んで寝るとすごいしっかり寝れます。これのなんだっけな、グレープ味かなんかは前に送ってもらって試したんですけども、すごくよく寝れる。その上なんか睡眠導入剤とか、そういう
病院とか薬局とかで買うものと比べてオーガニックのものなので多分体にもいいと思います。あんまりそのケミカルなものが入ってないので、だからこれはすごい気に入ってます。仕事前とか早く起きなきゃいけない日とかは逆に緊張して何か寝れなかったりとかするんですね。そういう時にこれを飲んだりしてます。はい、これが楽しみ。これは CBD のインスタントコーヒーです。前ねお茶は送ってもらったんだけどコーヒーは初めて。へえ、面白い。ほらこうやって、あ、ちなみにあの旅行に来たりして、日本から旅行に来たりして日本で CBD を買うとあんまり商品、それこそさっきのベープとかだけでこうやっていろんなもの商品がなかったりとか高いからアメリカでいっぱい買おうっていう音も結構そういう人見るんですけども、日本人は THC っていうのが入っていたら多分違法になってしまうので、こういう風に絶対に 0% って書いてあるものを見えますか、あ、こう THC フリーってとか 0% って書いてあるものを選んでくださいね。まず痛くないでしょ。じゃあちょっと中開けてみますね。これはすごく興味ある。なんかマリカコーヒー狂なんですよね。一日でも前は一日、やっぱり日本だとコンビニエンスストアとかがすごい充実してるから、なんかあるとすぐコンビニ行ってカフェラテとかすごい買ってて、あとはドトールとか。アメリカは基本コンビニみんな行かないし、なんだろう、まあ、車社会だからその辺で自販機でコーヒー買うとかそんななくなったから、だから1日に 2,3 杯かな。でもそれでも 2,3 杯家で飲んでます。これ気になる、開けてみたい。これね、さっきあのアダルトの方のコンテンツをここで撮ってて、それでこれがあるんだけど、買った、逆に手錠が壊れたわ。ちょっとハサミ持ってきます。はい、ということで開けました。そしてすでに作ってきました。じゃあまずはちょっと中見てみますね。お見せします。はい、デリン、見えますか。なんか白い粉がコーヒーに紛れて入ってんの。そう、これはね、なんかあれです、多分だけど CBD です。そう、内容物っていうのをね見てもね、あのアラビックコーヒーと CBD しか入ってないから、多分体に悪いものは何も入ってない。うん、匂いはなんか全然コーヒーって感じではなくて、アメリカンみたいな薄い匂いですね。飲んでみます。こういうさ、例えばさ、なんかノンカフェインコーヒーとか体にいいコーヒーとか、なんかそういうのってなんていうの、カフェインを摂取してるっていう気分がにならなくて、コーヒーじゃないじゃん、コーヒーっていう名前じゃんみたいのあるじゃないですか。でもこれはすごくコーヒーの風味もあってコーヒーです。本当カフェイン感がある。美味しい。あ、でも美味しいかもしれない。うん、でもさ、CBD ってなんか、なんだろう、夜寝る前に飲んですごいリラックスしたりとか、夜寝る前のお風呂のバスボム、他の動画で紹介した通りにシーサイドホリスティックさんはバスボムとかもあるから、そういうのを使ったりしたらすごいリラックスしてよく寝れたりしたのね。それこそさっきのこれもそうだし、だからコーヒーの成分って目が覚めちゃうかもしれないけど、 CBD の成分って寝ちゃうのかな。どっちが勝つんだと思う？謎。ということで、なんか飲んでてまた変わったこととか気づいた変化とかがあったら紹介しますね。ということで今日の動画は終わります。
るちゃんです。たるちゃん、みんなにバイバイして。バイバイおやすみなさい。